今週のホットニュースは5周年を迎えた資生堂ザ・銀座の話題。そのお祝いに合わせてモノクロのポートレートをテーマにしたヘアメイキャップショーとトークショーが催された。さらに写真家でもあった資生堂初代社長の福原慎三と同じく写真家だった弟ロソーのエキシビションも開催。その中で象徴的な椿の写真からインスパイアされたフランスのオートクチュール刺繍の作品も特別展示されている。